はい、スティーズシャットの 54F。 これはね、今まで出てたスティーズシャットのフローティングバージョンですね。まあスティーズシャット 54SP が今まで、まあ、通常あったんだけど、フローティングモデルをなんで作ったかっていうと、まあ、根がかりが多い場所とかね、まあなんだろう、リップラップみたいなそういうところをクランクベイトみたいな感じで使うときに、まあ、リズムが大事なんだけど、そういうリズムを崩さないために根がかりをしないためのフローティングっていうところですね。普通の SP ね、サスペンドモデルはポンプリトリーブであったり、まあジャーク止めるっていう、ジャークして止めるとかね、アクションさせて止めて食わす、その時にサスペンドしてないと、まあ、バイトを逃すとかね、あとはポンプリトリーブで誘う時もやっぱり同じように、止めた時の、まあ、サスペンド状態でバイトを誘うっていう釣り方だから、まあ、シャットのゆっくりした釣りにはサスペンドっていうのはすごい重要なんだけど、まあ、それとは違う釣り方のためのフローティング、まあ本当にさっきも言ったようにクランクベイトのようなリズミカルな投げてまくっていうテンポいい釣りのためのシャットっていうことになりますね。まあ、サスペンドモデルが あって、まあ飛距離、スティーズシャットの54ってベイトで使ってね、こうしっかり飛ぶのがサスペンドの売りだったんで、フローティングもね十分飛びます。ちょっとウェイト軽くなって浮くから飛ばなくなったんじゃないかなと思うけど、これはね全然そのウェイトバランス、重心移動っていうところもしっかり作り込んでるんで、まあ、フローティングであってもベイトで使えるぐらい十分飛距離が出るので、まあ、ベイト、まあ、スピニング問わず、まあ、使えるっていうところですかね。やっぱりね、シャットは根がかりに対して決して強いルアーじゃないから、フローティングっていうところはすごく重要で、ポツって当たって、あ、引っかかりそうだなって時にちょっと止めるだけで根がからないんでね、本当に流す釣りにはもうフローティングしかないっていうぐらい、まあ、霞水系なんか特に浅いから、もうフローティングモデルの方が逆にサスペンドより使うぐらいなんで、おすすめです。基本、まあ、流す釣りだよね。リップラップ、まあジャカゴ、根がかるようなハードボトムを広くとかね、そういう場所がすごいいいかな。岩の間とか通す時もいいし、まあ、そういうところで使ってもらえればいいなと思いますね。2018年、発売予定になってます、スティーズシャット60ですね。まあこのルアーの特徴ですけど、ちょっとダウンサイジングの、スティーズシャット54とは違って重心移動の、システムが変わりました。でこちらの場合は、しっかり後ろまで、ウェイトが動くということで、ベイトで投げても非常に、キャストアビリティが上がってます。でまあ泳ぎの特徴は、54の、スティーズシャットの泳ぎを引き継いでますので、ちょっとシルエット大きいですけど、すごいタイトなロールアクションを、演出してくれるシャットです。でまあ使い分けですけど、どちらかというとこの60は、まあ、ちょっとボディサイズも大きいので、まあシャット感覚でクランクベイトを巻くような感じですかね。でより、ちょっと冷え込んだら 今出てる54のシャットを巻いてもらって、逆に秋、それからちょっと春先、個体の大きい魚を狙うときはこの60を使うというような感じで、あとは風の中ですね。やはりウィンディーサイドのエリアっていうのは非常に魚ベイトが寄せられて、まあこういう巻物系のルアーが効くんですけど、まあ、そういったちょっと波で、水がこうかき混ぜられてる中でも、このサイズ感ですね、60
丸のサイズ感がパスを寄せてくれるのが特徴です。基本的にはもうフェイドタックル、で、非常に使いやすいサイズ感になってます。はい、2018年発売のスティーズスピナーベイトですね。この絵は8分の3モデルが先にリリースされる予定なんですけど、ダブルウィローとタンデムっていう2種類が出ます。カラーもいろいろラインナップされるんですけど、その中でこれの特徴、スティーズスピナーベイトの特徴はですね、かなりスタンダードなスピナーベイトなんだけど、投げて巻いて、例えばタンデムの場合はしっかりとしたバイブレーションを起こしながら引いてこれるっていうところで、何もないような、狙うところがないようなところから、魚を寄せて釣るためのスピナーベイトで、ダブルウィローね、ダブルウィローは、回転のレスポンスがすごいいいんでね、あとはフラッシングがすごい強いっていうところで、狙ったところから魚を出す、狙ったところを直撃するような釣り方にすごい向いてます。で、特徴なんですけど、ワイヤーが、テーパードワイヤーになってます。なので、こう全体がスピナーベイト全体が、大きく揺れてくれる。それによって、スカートもポワポワと揺れて魚を誘うっていうような特徴を持ってます。フックもね、結構しっかりとしたフックが乗ってるんで、大きい魚かけてもしっかりフッキングしますし、あとはね、根掛かりしない、トレーラーフックを必要としないんで、すごく根掛かりにも強いスピナーベイトになってます。例えば今タンデム引いてんだけど、バイブレーションが手元に伝わってくるから、魚の前あたりみたいなもの、スピナーベイトってすごいそういうのが多いんだけど、それもしっかり取れるし、そのタンデムのバイブレーションがふっと消えて何かにコンタクトしたっていうのもすごい分かりやすいんで、すごく使いやすいですね。あとはこうね、スカートがこうふわ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 ってしてるのも、今マッティでやってるから見づらいんだけど、クリアレイクなんかで引いててもよく見えるし、そういったところで魚がすごい、これは寄せてんだろうなっていうのも分かりやすいし、実際ね、これ開発に2年かかってるんだけど、魚結構釣ってて、何にもないところからバスを引き出す力っていうのは他のスピナーベイトにはまずないんじゃないかなって気がします。で、このスピナーベイトの売りの一つでもあるブレードの形状はもちろんなんだけど、形状をね、説明するのはなかなか難しくて、ただブレードもかなり凝ってて薄い、もう一言で言っちゃえばかなり薄いんで、レスポンスがいいんですよね。重たいブレード、分厚いブレードっていうのは回り出してからの慣性力で広く回ったりするんだけど、これはかなり細かなピッチで動くようなブレードを積んでます。その代わり、ブレードの周りのワイヤーが細いので、しっかりとスピナーベイト全体がそのバイブレーションを拾ってくれて、スピナーベイト自体をうまく動かしてくれてるっていうような構造になってます。ヘッド形状、スクエアタイプのヘッド形状なんですけど、よりラウンドに近いようなスクエアなんで、根掛かりに非常に強くて、低重心っていうところを、追求してます。なので立ち泳ぎもしないし、すごくいい姿勢で泳いでくれるのも、このスピナーベイトの売りかな。あとはスカートを広げるためにワームキーパーの根元が大きくなってたり、本当に全てのパーツ、全ての箇所っていうところを作り込んでるんで、総合バランス、トータルバランスっていうのはかなりの次元のスピナーベイトに出来上がってるんでね、どんなフィールド、霞ヶ浦であろうと、リザーバーであろうと、どんなフィールドでもすごく使いやすいスピナーベイトなんで、皆さんぜひ使ってもらいたいなと思います。
た。よっしゃ、イエーイ。痛い、手が、手が本当に痛い。あ、でけえし、キキキキいっちゃってるよ。キキキキいっちゃってる。あー、いいサイズだ。はい、いやー、スティーズスピナーベイツ。